けるかい。よっ、ほい。お、いい感じ。思ったよりめっちゃ美味しそう。それでは実食でーす。うん、美味しい。皆さん好、熱烈リツリツ飯店へようこそ。本日もカジュアルレシピを作っていきたいと思います。はい、では今日作るのはですね、ザーサイあんかけ焼きそばというわけで、ザーサイダレを使って作るあんかけ焼きそばというのを作っていきたいと思います。超簡単そうなんで頑張ります。はい、それではリッツクッキング。はい、ではこちら本日のメニュー、ザーサイダレのあんかけ焼きそばです。ご覧ください、ツヤツヤなんが、もうじゃ思ったよりめっちゃいい匂いで、思ったよりめっちゃ美味しそう。それでは実食です。ではこちらに完成しました。じゃじゃじゃん。うん、あ、ちょ湯気見えます、湯気見えます、湯気見えます。あ、見えてない、見えてないのか、残念だな。この美味しそうな湯気をみんなが見れないなんてかわいそうだな。でもめっちゃいい匂いですよ。ごま油とネギとザーサイっていうもリツの大好きな、相変わらず大好きなトリオがこうね、あんにギュッと合わさって、これは美味しくないわけがないです。はい、では早速食べていきましょう。ちょっと私ね、好きな食べ物あんかけ焼きそばなんです。知ってました？結構一時期お昼に週に1回あんかけ焼きそば食べてた時期があるぐらい、あんかけ焼きそばのことはとっても好きなので、これはとっても期待しています。はい、では実食です。うん、美味しい。思ったより美味しいは失礼ですけど、いや、なんかザーサイだけじゃん、ぶっちゃけと思ったの。ザーサイと、ね、醤油とか入れて、醤油とか塩とか何も入れてないんですよ。ご覧になりましたと思いますけど、あ、これから見るのかな。はい、ザーサイの味だけで味がついてるんでいいですって書いてあったんで、本当に本当にまたまたさとか思ったんですけど、ちゃんと味ついてます。やっぱごま油なのかな、ごま油がいいのかな。ちゃんとザーサイのタレで、しっかりあんの味がしっかりついてます。え、いいんですか、こんなに簡単で、こんなに簡単でいいんですか。ありがとうございます。え、美味しい美味しい。しかも焼きそばの麺もなんかやっぱチンしたのがいいんですかね、良くなりますとは言ってたんで、え、美味しい。美味しいです。ネギもいい感じにシャキ感が残ってて美味しい。もっとあんかけ焼きそばっぽくしたければ、もうちょっと油を入れて、あの焼きそばのね、麺を焼くときに、まあ、いつも言ってるけど結局油美味しいですからね。お焦げ作ったりカリッとしたりさせるのには、まあ、結構油入れた方がいいですよ。お店っぽくしたいって時はマジで惜しみなく油をドワーッと入れて、ジュワーってしてカリ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 って、そこを焼くとめっちゃお店っぽくなると思います。今回はやってません。でもカロリーを気にしない、これはあんかけ焼きそば食べたいんだっていう人はぜひやってください。私もそのうちやります。はい、ではこちら本日の材料です。はい、まず主役ザーサイ、ネギ、ウイスターソース、ごま油、これでタレを作ります。あとは焼きそばの麺と片栗粉、水溶き片栗粉にします。以上です。はい、では調理していきます。ではまずですね、ネギをみじん切りにしましょう。ネギもじり穴に切り目を入れて、ネギ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 を入れていきます。ちょっとしていきますよ。で、これを切っていくっぽいです。はい、まあこんな感じです。ボウルに入れます。はい、じゃあこれもみじん切りにしていきます。はい、まあこんな感じでしょう。はい、じゃあザーサイもボウルに入れます。ごま油を大さじ2、大さじ2って結構入れますね。ドバ
はい、ではオイスターソースを大さじ1、あ、もうなくなっちゃう。あ、入れすぎた、ちょっと入れすぎました。これを混ぜます。はい、こんな感じです。では焼きそばの袋です。これをレンジに入れていきます。はい、では、レンジ1分だそうです。あ、間違えた。はい。じゃあ鍋温めます。はい、では煙が出てきたので油入れていきましょう。はい、じゃあ麺をダバン、ダバン、ぶつけた。麺炒めるそうです。黄色つけたいですからね。ちょっと側面から油を垂らして、ではちょっと焼き目をつけて、いけるかいけるかいってみよう。ほい、お、いい感じ。ほい、ではいきますよ。なんかもうすでにいい匂いがしてるんですが、片栗粉をこのぐらいですかね。ほい、はい、投入します。結構片栗に火が通ったので、あんがしっかり固まってきてると思います。では、あんをかけていきます。おー、いい音がしてる。はい、でれれー、あんかけ焼きそば、ザーサイあんかけ焼きそば完成です。では、こちら本日の家事ヤロウレシピで作ったザーサイあんかけ焼きそば、こちらは星3つです。てってれーん、キラ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 。はい、そんなわけで、また次回も家事ヤロウレシピを作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ザイチェン、リッツリッツ。